ウィンタ軍の人口ピラミッドウィンタ軍は、アメリカ合衆国ワイオミング州にある軍。2005年の推定人口は19,939人で、軍庁所在地はエバンストンである。ウィンタ軍は1869年に組織された。アメリカ合衆国国政調査局によると、この軍は総面積5,407平方キロメートルである。 このうち5391平方キロメートルが陸地で15平方キロメートルが水地域である。総面積の0.28%が水地域となっている。2000年現在の国勢調査で、この群は19742人、6823世帯及び5144家族が暮らしている。人口密度は4平方キロメートルで1、 平方キロメートルの平均的な密度に8011件の住居が立っている。この軍の人種的構成は白人94.32%、アフリカン・アメリカン0.11%、先住民0.87%、アジア系0.27%、太平洋諸島系0.07%、その他の人種2.86%、および根結1.50%で、 人口の5.34%がヒスパニック、またはラテン系である。人口のうち27.7%がイングランド系、14.8%がドイツ系、8.3%がアメリカ系、6.9%がアイルランド系移民の子孫である。6823世帯のうち44.70%は18歳未満の子供と暮らしており、 61.20%は夫婦で生活している。9.90%は未婚の女性が接待種であり、24.60%は家族以外の住人と同居している。20.90%は独身の居住者が住んでおり、5.60%は65歳以上で独居である。1世帯あたりの平均人数は2.84人であり、 家庭の場合は3.31人である。軍内の住民は33.50%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が9.00%、25歳以上44歳以下が29.20%、45歳以上64歳以下が21.40%、及び65歳以上が7.00%にわたっている。 中央値年齢は31歳である。女性100人ごとに対して男性は1 0 3 8例に見て、18歳以上の女性100人ごとに対して男性は1 0 0 3に見える。この軍の世帯ごとの平均的な収入は44,544 44米ドルであり、家族ごとでは49,520米ドルである。 男性の37,500ベイドルに対して女性は21,450ベイドルの平均的な収入がある。この群の一人当たりの収入は16,994ベイドルである。人口の9.90%及び家族の7.80%は貧困線以下である。18歳未満の11.90%及び65歳以上の7.30%は 貧困線以下の生活を送っているウィンタ群にある独房の敷地都市庁国勢調査指定地域その他ワイオミング州ウィンタ群の基礎情報全国カウンティ協会2008年11月3日閲覧アメリカ合衆国国勢調査局2008年11月3日閲覧ありがとうございます